自分がやりたいことが自分の本音のバイブレーション、本当に心から望む、もうあなたが何でもできたら何やるって言ったらこれやりますみたいな、本当に心が求めているビジョンじゃないと、おそらくこの2つ目のやり方にはアクセスできないと思う。だから最初はこの A から B までに努力をやって、自分が B に向かっていくっていう方法なのね。でもう一つの方法は B があなたに向かってくるっていう方法があるんですよ。本音でいていいんだっていうチャンスなんだよね。Hey you guys, so in today's video we're gonna talk about not suffering while we're achieving our dreams ね。本当に今日のビデオは自分の夢を追いかけるっていう風になると、どうしてもまだ夢にたどり着いていない、ね、例えば好きなことが仕事になってないとかになって、この俺はダメだ、私はダメだっていう、この低い考え方、ね、でこの低い考え方には、ね、影響があるんだよね。例えば発言が変わってくるとか、ね、自分の行動が変わってくるとか、特にスピリチュアルとかエンパスの人には、ね、このビデオはすごい役に立つと思います。Alright, so, それではスタジオでこのビデオをスタートしましょう。Hey you guys, thank you so much for checking out Christmas Room. 今日はですね、好きなことを仕事にする、本当にやりたいことで生きていくために、実は2つの方法があるっていうことを皆さんに紹介して、このあまり知られていない2つ目の方法にどうやってアクセスするのかっていうのを説明したかったんですよ。ね、どういうことかっていうと、普通のね、やり方、ね、好きなことを仕事にしようと思ったら、ね、ゴールセッティングとかやりたいことを明確にして、ね、ここに OK、じゃあここがゴール。ね、そのやりたいことで生きていくっていうゴールがあって、ね、それが例えばポイント B にしましょう。今自分がいる場所が、今日が、今ここがポイント A なんだよね。で、プランニングとか自分の時間の管理とか、いろんなことを戦略を立てて、確実に行動を通して、今いる自分がいるなんか A っていうところから、ね、この B に向かって何年間も行動を続けていくっていうことなんですよね。ね。で、基本的に、もし自分がやりたいことで生きていくっていうために、普通の場合、大体的に言われているのは、この今のポイントと A と B に行くまでの、この距離が約3年かかるって言われているんですよね。で、もう一つの、もっと早くするっていうか、もう一つの不思議な方法があるんですよね。で、これちょっと説明するのが難しいんだけど、やってみます。Alright? だから最初はこの A から B までに努力をやって、自分が B に向かっていくっていう方法なのね。で、もう一つの方法は、自分が A にいて、B があなたに向かってくるっていう方法があるんですよ。もう一回ね。だから普通のね、ロジカルな考え方だったら、あなたが B に向かう、未来に向かっていくんだけど、未来があなたに近づいていくっていう方法があると思います。ね。で、まず、ここの方法にアクセスするには、自分がやりたいことが自分の本音のバイブレーション、本当に心から望む、もうあなたが何でもできたら、何やるって言ったらこれやります。みたいな、本当に心が求めているビジョンじゃないと、おそらくこの second method、 二つ目のやり方にはアクセスできないと思うのね。で、どういうことなのかっていうと、あなたが本当にやりたいことが明確になっていると、それは今の自分なんだよね。これからちょっと深くなる、難しくなる、説明が難しくなるんですけれども、あなたが A にいるじゃないですか、ね、で B が未来でしょ。で、未来って何なの？よく考えると未来ってないですよね。未来は今自分が感じている感情、または考え事だよね。だって忘れちゃうんだけど、よく考えると今しかないもんね。過去もないしね、未来もないわけよ。だからこのあなたが A で B にたどり着いても B も今なんだよね。え、すると、そのやりたいことが現実になっている世界っていうのが今になってくるわけなんですよ。これができるようになると何が起こるのかっていうと、今の方が未来よりいいってわかるのね。ね、今しかない。このユニバース、この愛の世界っていうのかな、光の世界
は今しかないんだよね。で、これはちょっと難しい感覚なので、ちょっと僕スライド用意したんだよね。で、前のライブでも使ったスライドがあるんだけど、これがちょっとそのバイブレーションなんだけどね、あなたが高いバイブレーションにアクセスすることもできるね、この人生を高いバイブレーションで経験することもできるし、低い怖い恐怖を感じるバイブレーションで人生を経験することができるんだよね。ね、で、普通の場合はこの努力しないと達成できないぞっていうのは丸バツ感覚なんだよね。この線を越えないと、right? 丸になれないっていう感じなんだよね。でもよく考えてみると、これは嘘なのね。これはマインドが思っている低いバイブレーションが考えている事実だって思ってることなのよ、ね、だから私はできない、私には無理、このレベルを達成しないとゴールにたどり着けないっていうのは、ね、スピリチュアル的な視点から考えると嘘なんですよ、right?だからスピリチュアルな人にはこれはすっごい重要なポイントになって、もう何十年間の辛い人生の経験をセーブすることができるようになる、なんかメガ爆弾のバーンって世界が変わるようなね、次元上昇につながるようなコンセプトを今僕説明しているのね。で、スピリチュアル怪しいじゃんって思っている人は一つ言うんだけど、スピリチュアルが真実じゃなかったら怪しいのよ。真実は怪しくないのよ。わかるよね。そうですよね。ね。だって、ね、スピリチュアルが怪しかったら、それスピリチュアルじゃないわけよ。それは偽物なのよ。スピリチュアルっていうのは、本当のことなんだよね。で、本当のことっていうのは、この世に降りてきて、科学的に証明できることなんだよね。例えば、共鳴とか。共鳴っていうのは、科学なんだよね。Right? So what you're trying to do here, 何をやっているのかっていうと、ちょっとこのスライドでね、説明していたことなんだけど、この高いゾーンのバイブレーションをキープして、このホットの部分のところだよね、この熱いところをキープする。ね。で、そうすると、共鳴が広がっていくのね。ね。共鳴が起こるわけよ。なぜかっていうと、あなたが感じていることによって、あなたの行動が変わってきて、で、今度行動すると反映される現実が変わってくるんだよね。だからこの赤い高いゾーンのバイブレーション、考え方、生き方をキープできるんだったら、私は守られている。今しかない。今とつながっている。幸せになっていい。足りる。ね。で、チャレンジは本音でいられるチャンスなんだ。ね。人生を知るため。チャレンジが来るとやばい、昔のやり方に戻らないといけない、やばい、丸バツ感覚で努力が足りないんだね、この問題が現れると僕はダメかもしれないってね。でも実は問題が現れると本音でいていいんだっていうチャンスなんだよね。本音でいると、あなたの本音がどう向き合うのかっていうと、あなたのマインド向き合い方じゃなくて違う向き合い方をするわけよね。で、違うアクションを取っていく。で、それが人生になって現実になってくるよね。で、本当に宇宙を愛している。人生を愛している。人生を信頼できている。ユニバースを信頼しているから大丈夫。私は幸せになっていい。っていうか、幸せでいるのが普通。すると成長できるのよ。すると、この低いバイブレーションの生き方が、これが現実だって思っていたのが、高い現状に入る門になるんだよ。問題の門、ゲートになるのよ。このゲート、門を通らないと、高いディメンションにアクセスできないんだよね。で、それが今は、これ本当かなって思ってるんだけど、どうやったら本当だって知るの？やらないとわからないよ。どうやるのって。問題を通してしかできないよね。実際に、うわ、怖い、上司断りたいけど本音でいようってなったら、本音の世界っていいのがあった。これ僕がライフコーチになった時もね、いや無理だ無理だ、サラリーマンにならないといけない、嫌いなことで生きていかないといけないってずっと思ってたんだよね。ね、でも好きなこと、愛せること、本音で生きようって、失敗してもいいって、これで死ぬかもしれない、これは死ぬ価値がある、覚悟を持ってやったら奇跡のようなことがキャリアでも起こってきて、あ、好きなこと、愛せることで生きていくことができるんだって言って、この辛いことで生きていかないといけないっていう世界から次元上昇をできたのね。でも門があったわけよ。信頼と勇気が必要になる。心の信頼が
答えつながっていく。心の信頼は外の成功より、外の成功っていうのはなんかチョコについてるウィップクリームみたいな感じなんだよね。チョコレートアイスについてるウィップクリーム、本当のアイスクリームは今ここっていう形でこのお話を終わりにしたいなって思っております。 Thank you so much for checking out this video and I appreciate it。もしね、この話面白いなと思ったら、ぜひ、LIKE ボタンを押していただくと、すごい助かります。本当に YouTube のアルゴリズム的にすごい助かって、もっとこのメッセージが広がっていくと思うんだよね。ね。で、もしこの話嫌だなと思ったら、Unlike ボタンっていうのがあるので、それを2回押してください。1回だけだったら伝わらないんだよね。2回押さないとうまく伝わらないので、メッセージが届かないので、嫌だなと思う人は2回持ってください。今のジョークが分かった人は、グッドマークを押してください。あとチャンネル登録もね、お願いいたします。Alright, I love you guys so much. Be well, and I'll see you next time in Chris's Room.